無印良品のあこがこれはあのよくノートがね反省会の時とかに落ちてて誰のかわからんくなるから適当にパッて平山って書いた。お話書いてる、嬉しい。明日もしおりとしおりと曖昧するね。やった、めっちゃめっちゃ当たるな、すごい。運がいいねんね、運がいいねんね。運がいいんですね、すごい。もう当たる人ほんまにめっちゃ当たりますもんね。そうなんですよ、なんか20ブログにも上がってたんですけど、24日からもしかしてなんか、うんうんうん、うん、そうなんですよ、怖いな。無観客、無観客って寂しいですもんね。ん？初めましてが2枠で今回14枠嬉しい。待って、全部当たりますように。巻いてるのかわいい。ワイの巻き髪ポイントは外巻き、ここをね外に巻くんよ、したら大人っぽくなるんです。無観客言えます皆さん、まあ、全然言われへん。最近マイティに会えなく CG これ何次元やろ、2次元、実物だよ、ちゃんな、現物、月物、現物実物、何ミリ、ちょっと2秒だけ待っててね、せーの、1、2、はい、これ映していいんかな、サロニアさんのやつ、サロニアのやつ、これはね 2way タイプなんよ、こうもいけてこうもいける。これなんかね夏限定やっけな、めっちゃ色がねミントグリーンなんです。なんか反射する、髪の、うん、そうね、これのねすごくいいやつ、いいやつなんかは分からんけど。スズティアイスありがとう、カワンチュさん星ありがとうございます、明日当たったので楽しみにしてます、待ってます。外巻きは外に巻いて、内巻きは内に巻く。そのまま。サロニア有名ですよね。こんばんは。美味しそうな色。確かに。そう、まあ、最近ね、あのまた 3DS を見つけちゃって、あの、そうソフトもあったから 3DS も。これミントグリーンなの、めっちゃミントグリーン好きな人みたい。こぐまさん音符ありがとうございます、ちゆちゃん花丸ありがとう、こんばんは。よし、ちょっと今日は服を決めていこうと思います。まずお話し会の日程は7月の、わ、メモしとけばよかった、皆さんお話し会の日程を教えてください。8月の8と7があったのを覚えてる。8月、あ、小熊さんハートありがとうございます。こんちくわ、前はなんかねモデルおしゃれオーディションドリームガールってやつ、なんかモデルさんになってモデルのお仕事するやつ、
みさちゃん星ありがとう。こんばんは。ミルク公演初日かっこよかったよ。嬉しい、ありがとうございます。お揃いコーデいいね。あ、ありがとうございます。7月の、待ってね、7月の、7月47月187月237月248月78月8。 OK、 ありがとうございます。とばとはら TP さん、花丸ありがとうございます。こんばんは。同じカラーコーデ、うわ、なんかさ、生誕 T シャツとかあったらさ、お揃いできるけど、私生誕してないよまだ。生誕してないっていうかな、生誕 T シャツとかがなくて、それはまたいつか、次生誕祭がいつかできた時に生誕しよう。そう、夏やからね。前は真冬のお話し会で、今回は真夏のお話し会。あきこちゃん、タコありがとう。ドレスコードって何ですかってずっと言おうと思ってて、私は11月16日生まれです。次19歳になる。え、もう19歳やって。しほちゃんかわいい、ありがとう。メンバーファンにスケジュール教えてもらう。そう、日にちね。そう、今日のリップはお前これしか、多分これしか塗ってへんぐらい塗ってる。これとこれ、これは無敵テラコッタ。前ずっとね、テラコッタが言えんくてテコラッタって言ってたんです。え、生誕ティーはね、黒か紺か白。そう、ちょっと皆さん一緒に決めましょう、服。あ、そう、浴衣は、え、そうなんよ、浴衣はどっかの日に着ようと思ってて、でもなんかそれを何日に着るかなんですよね。あ、やばい、リップついた。系統とか色してたら同じ。ああ、なるほど、じゃあ白着ましょうって言ったらみんなで白着るみたいな。わあ、そういうの楽しそう。あ、テレフリーさん、クマありがとうございます。もうこのプーさん近くにおらへん、ありがとうございます。スズティーハートありがとう。テコラッタ、そう、テコラッタやと思ってて、じゃあテラコッタやった。俺の見てる画面に可愛い子映ってる。誰や。黒希望、やっぱ白黒が、そうね、前もシンプルが好きなんですよ、私服とかも。だから白か黒が、でもなんかしん、うん、どうなんやろう、どうしよう、胸の前に平山舞って感じにしたろうかな。キレンキレン。マイティがパーカー着てるの大好きだから夏までに着てほしい。あ、まあ、パーカーしか、最近パーカーしか着てへんかったな。そう、前のお話し会でパーカーにお団子をした、なんか好きって言ってる人多かったから。浴衣着るなら買おうかな、ジャッキーやんとこう。嘘、浴衣、え、ど、え、前ほんまに優柔不断やから、ほんまに決めれへんのよ。決めてください、皆さん。え、待って、あれ、ペンどっか行った。
地雷メイク、ピンクメイクみたいなやつかな。まあ仕事中の人とかいるからなかなか。確かに前もお仕事中になんかお話し会参加してくださった方とかもおってね、嬉しいね。お話し会って一部と二部に分けるか、どっちかにまとめるか、どっちがいいのかな。どうなんですか皆さん一部と二部に分けるか、どっちかに、あ、で一部と二部どっちも参加するか、一部まとめるみたいな、どっちがいいんやろ、どっちがいいんですか皆さん こんばんは。セイラー前来たんです、前のお話し会の最後の日かな、最後の日にセーラー服を着ちゃったんです。私チャーちゃんなーにチャーちゃん、あえていつもせへんけど着てみるとか、ももねとかみたいにブリブリな感じで、確かになんか可愛い系の服着るのいいね。コメント読んでくれたらお話書いとる、読まんとこ読まんとこ小熊さんだるまありがとうございます。あ、超絶かわいいのパーカーあり、あ、めっちゃいいそれ。髪の毛も超絶かわいくして、わ、それいいね、下に書いとこ、超絶かわいい日、超絶、そういうの日はなんか、じゃあ髪型も可愛いハーフツインとかにするとか、いいやん、ええやないの、ツインテールとかもいいね。と浴衣は着る、でも一個着たいのが、一個さっき考えてたのは、よし一緒にお花畑に行こうコーデ、そう、一緒にお花畑に行こうコーデをどっかに買い取った、どっかに入れようと思ってた。マジで言うと足の長いメイド、あ、メイドをやってみたい前も、なんかね、どっかはコスプレっていうコスプレをやってみたいんよ。そんなみんなメイド好きなん、そんな好きなんやったらメイドも買いとこうまあ一応ロイから全日程リクルートスーツで、わ、わ、もうスーツ着てみたいな、タンクトップでいいよ白のタンクトップで、おにぎりが食べたいんだな、すっぴんで。でもさ、これマジで最悪の状態を考えると、前朝弱いからもう起きてすぐお話し会っていう可能性もなくはないんです。マジであのすっぴんであるかもしれへん予想外の、もうそれはもう絶対あかんからちゃんと起きます。やっぱ皆さん的にお話し会の時間帯って何時が、何部が好きなんですか皆さん。前確か前3部やったんですよ、初めてのお話し会。千代ちゃんお花ありがとう。そのね、スーツ好きなんですよ、女性も男性も、なんかシャキって見える、おーって。しほちゃんバラありがとう。どっちもやって、どっちもやって、どちらかを多めに、あ、どちらかを多めにまとめた方が話しやすい、あ、確かに、あ、分けた方が長く、やっぱ人によるんかな。2回会いたいならどっちも参加、しっかり長く話したいなら一部にまとめるかな。でもなんかさ、一部と二部でさ髪型変えるとかも、でもそんな髪型あのできひんのよそう、
話したいことあるならまとめる。なんあじゃあ何回も会いたいなら一部と二部で分けて、話したいことがあったらまとめると。両方申し込んだよ、ありがとう。あブレザーいいね。あ夏の制服あるかな。なんかね前の高校制服がね、制服っていうかね、なんか私服トーク OK やったんよ。制服もあるけど、なんちゃって制服、あなんちゃって制服いいね。ブレザー、ブレザーあるかな。夏版ね、やるほど。うん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 。前のシステムなら名前は画面に表示されるから、あアエルワールドかな今回も。アエルワールド。えお話し会も絶対取る。スズティお花ありがとう。プリキュアっぽい服どうしよう。プリキュアっぽい服とか、えでもなんかちっちゃい時プリキュアのコスプレとかめっちゃ欲しかった。ネクタイあるかな。ネクタイ家に、えネクタイとリボンやったらどっちがいいんやろ。ネクタイおわリボン。あやばい、コメントの底ついてきた。ゆいとくんタコありがとう。ちょっと待って、あやばい、コメントが、ごめんなさい、あのやばかったです、ごめんなさい。ゆうとくんハートありがとう。すっぴんパジャマ、麦わら帽子、あ麦わら帽子麦わら帽子かぶってみたい。ちゅうちゃんアイスありがとう。えちょっとごめんなさい、コメント底ついちゃいました。やってもた、もうこれ何回目なん。ひまわり、えそうひまわり、ひまわり畑に行こう、行こうこうで。ほなディ、あ読まん方がいいなこれは。に行こうこうででプーさんっぽくしよう。アリのプーさん、えプーさんの服とかあるんかな。えあるかな、あるか。えでもなんかなブログの写真とに多分載せられへんのよ多分。超絶かわいい T シャツ。ゴンゴンさん星ありがとう。油断したメイド。ゆうたくんハートありがとう。そうなんよプーさん多分ね、写真が載せられへん気がするブログに。ね一部早いから前も寝坊す、ほんまに前朝あかんのよ。こんばんは、売り切れたら悲しいので両方買います。皆さんありがとう。優しいから。皆さん、チャーちゃんは5歳です。よそ18。すっぴんの日に初めまして。いやすっぴん初めまして、恥ずかしい。9部4部5部、多分前もね夜行性やからね9部とか、え11部ぐらいまであったっけ、一番最後の部とか。やっぱ3部4部最初か最後が演技やすい。まあ土日やから、土日に早起きてしんどいですよね、ごめんなさい。マイティのために早起き頑張る。頑張って、寝坊しないでね。まあでも一部は夜勤明けやから、あーそういうのもあるんか。でも逆に土日の日曜日の夜とかも次の日仕事やからしんどいですよね。加藤さんバラありがとうございます。上はスーツで下は部屋着。確かにあれ上しか見えへんもんね。動物っぽい子でしてほしい、犬とか猫。えなんかさワカニャンとさ犬と猫みたいなのしたい。
オタクもコスプレしてめっちゃいいやんお揃いで、もし舞がメイドする日はみんな皆さんメイドしてくださいね。スズティタコありがとう。仕事終わりに間に合った、お疲れ様まずは完売させないと。そうなんです、完売を目指して頑張ります。アイル、あ、アイルワールドなんか今回もあれなんか最初ズームでしたよね。どっちがいいんやろ、ズームとアイルワールドさんは。アイルワールドさん OL っぽい服、確かに。え、うん、どうしよう、着たいのがいっぱいあって逆に決められへん。ちゅうちゃんかわいい、ありがとう。リボンの方が嬉しい。前は名前書いて出迎えてくれたの嬉しかった。え、あれやっぱ嬉しいかな。でもどうなんやろ、何したら嬉しいんやろ。小悪魔積んでれば、あ、小悪魔、小悪魔コーデいいね。小悪魔って書いとこ。なんか黒っぽい感じ、黒っぽいやつかな。小悪魔の間分からへんリボンネクタイ、あ、でも充電が 20% って出てきちゃった。あの何だっけ、あの何だっけ、あ、そう、ウィルビーの制服衣装もねリボンとネクタイで分かれてるんですよ。あれ、名前はネクタイ派です。地味コスプレせ。なんか前それ言ったことある気がする。地味コスプレ、ちゃうわ。あ、しゃべくりアワーでなんか言ったことある。毎日のめちゃめちゃかっこいい私服コーデみたいし、反対にめちゃめちゃエレガントな。そう、なんかさ、逆に今コスプレしすぎちゃうとなんかなんやろ、コスプレはちょっとずつ挟んでいきたいなって思ってて。そう、私服どんなんがいいやろね。そう、追加部数を出すのがとりあえず今は目標です。コンビニの店員さん風、キュンマートです。そう、全然されぎなくなかった。え、でもあれリボン取れてるとかファンの人気づくんですかね。なんかどこまで気づくんやろ。じゃあ服決めな、服決めな、もう脱線しちゃう。え、そう、なんかね、8月の、7月の23やっけな、なんかスポーツの日らしくて、だからなんかのコスプレをしようと思ってたんですけど、ねえ、なんかね、それ体操服のコスプレを調べたらなんかブルマしか出てこえへんくてさすがにあかんなと思って諦めた小学校の時の体操服にしようかな。アイピは恋なんかでこけてたのが面白いね。あれ前その時さ、公園出てなくて、映像見たらめっちゃおもろかった千代ちゃんハートありがとう。フチのイヤリング撮れたの割と初期の公演、やっぱね、そう、最初の時も撮れてて最近も撮れて、やっぱイヤリングって踊ってたら落ちやすいんかな。秒でキャンディー落としたもうあれジャリジャリしながら前奥歯踊ったもんスズティだるまありがとう。アンジュが砕いたキャンディーをトークしながら処理するミラクルアップロやった。もうあれほんまに
もう集中できひんかったもん、キャンディー。めっちゃ面白かった。なんかぜ、なんかアンジュってほんまに持ってるわ、なんか。今からお話し会申し込んでくる。いってらっしゃい。先生っぽい、マイチモみたいな。メガネ、メガネ。え、でも前ね、メガネをつけようとしたんですよ。じゃあ、反射しちゃって、画面に。画面？画面が、画面で、そう、目が見えんくなっちゃって、外した。あ、そう、チアをさっきで調べようとして結局調べてなかった。チアもいいね。バスケ部。え、これもう今日、もう今日決まらへんわ。違う話ばっかりしちゃう。チア。先生風。やっぱアマゾンさんとか楽天さんやったら何でも売ってるかな。新体操衣装アンジュに借りようかな。マイちゃん今来たにょん、やっほーね。お話し会なら分からへんけどね、下映らんからいけるいけるじゃない。いけへんいけへん。そう、体操服ゼッケンで平山って書いていいね、それ。体操服、体操服。小熊さん音符ありがとう。ゆうちゃんハートありがとう。そうなんですよね、お話し会全身見えへんからね。そう、前全身見えへんのに、前のお話し会は気合い入れすぎて靴2個買った。そう、靴まで買っちゃった、ちゃんと。末広さんグッドグッドありがとうございます。セーラー服ポニーテールが最高って推しメンが言ってました。前ね、全くそれした。セーラー服にポニーテール。バスケ服、バスパンは持ってる。バスパン、レンズ入ってない。イダチ、イダチメガネ。あ、レンズ抜いたらいいんか。伊達目、伊達目。ん？伊達目。あ、あ、伊達メガネ？あ、そっか、伊達、あ、そっか、伊達目ですね。お話し会、そう、お話し会も、敬語で言っていい、写真を載せれんくなっちゃうから。バニーガール。オーマイガーみたいな。遊び泣きたよ。マイティが笑った顔マジかわいい。今日決まらなかったら一時申し込み。じゃあ一時申し込みも延期でお願いします。ドンキやな、やっぱドンキや、ドンキ、ドンキで探そう。なんだかんだ服に触れずに本題入っちゃうと思うけど、前もって。え、全然。え、もう早くしよう話し会。もう前7月まで多分待ってへん。ポニーテール、やっぱポニーテール、やっぱポニーテールはね必須ね。ちょっと前、ヘアアレンジ練習しますね。ゴーさん、クマありがとう。ちょっとね、最近前プーさん店でゲットしたプーさんの化粧ポーチ、ありがとう。ブンブン。ウィンク初日の時めっちゃレスくれて嬉しかった。あ、ブログ、ブログ見た、ブログ見た、ブログ見た。うんね、なんかウィンクさんの時はなんか、あの時ね、モバイル枠が
終了しとったから、多分なんかファンの方もう誰もおらへんのかなと思って、もうめっちゃ不安やって、もうなんか赤と青見た瞬間マジで泣きそうになった。ありがとうございます、嬉しかった。え、柔道着ある。え、柔道着どう。いやの、え、柔道着ある、家に、中学校の時。伊達メガネです、ごめんなさい。あ、そういうことね、イダチじゃないんや。ちなみに超絶かわいいの初日が誕生日翌日、5月4日ん、翌日ってことは5月3日が誕生日か。また言ってください、ショールームで。タメ口の方がいいんかな。じゃあタメ口で。とか言ってやっぱ緊張したらね、あのあれよ、そう、普通に喋ってほしい。小熊さん、だるまありがとう。服装内緒の日があっても嬉しいかも。じゃあその日柔道着にしようかな。柔道着はやばいって。ガチの勝負服、あ、デート服みたいな。あ、でもなんかそれあり、デート服みたいな、なんかガチガチガチ服みたいな。ガンダムのコスプレ、燃え上がっちゃう。で、そろそろランキング読まへんと。幼稚園児、うわ、いいね、スモックみたいなやつやね。スモック、スモッキン。公園固定部屋がいいわ。え、固定部屋、まあ、ちょっとさ、ここ出るの嫌なんよ。そっか、やっぱヘアアレンジを頑張ろう。ヘアアレンジ、ヘアアレンジを練習します。決まらず、はい、決まらないですね本日。なんかね、あの中学で柔道着の授業が、じゃあ柔道着の授業じゃない、柔道の授業があって、その時のやつが置いてるんですよ。押すって、そう、最初あの打った瞬間押すから始まるから。あとなんかエビ固め全身みたいな、ん、ほふく全身みたいな、固め技しますね、じゃあ。お話し会で固め技でも受け身、なんか前の受け身毎回ゴキブリって言われてた、なんでやろ。受け身って言うの、なんか柔道の時間絶対ゴキブリみたいって言われてた、やっぱ下手くそなんかな前。柔道着着てることチェックしてなかった人挙取りまくると思うけどね。おもろそうやけど。なんかほんまにおもろい。柔道着しよっかな。でも会場で恥ずかしいんよ、やっぱ前巻いてどうしたんみたいな。巻いた柔道着着るなら私も着るから、くさ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 教えてね、くさ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 。あかんって。ほんまに繋がった瞬間柔道着やったらもう絶対笑ってまう。幼稚園児の日に真面目な。ほんまにおもろい。桂さん、ハートありがとうございます。ちょっとそろそろさ、あ、横四方固めとか袈裟固めとか、
あと何やったっけ、なんかさこうやってさあの前進するやつ分かります、なんかこう寝転んでさこうやるやつ、あれめっちゃ早かった、前誰よりも早かった。でもとりあえずねちょっと超絶可愛い日はやりたい、あと浴衣も着て、メイドさんも多かったからメイドさんもしようかなって思う。そっと閉じよう、ほんまに全員にキャンセルされちゃうからやめません。やりません。ほんまにみんながさ可愛いチャイナ服とかさ着てんのにさ、自分だけさ柔道着でさ、髪型もちゃんとあのお団子にしてあの頑張った感出すから、なんていうん、くしゃくしゃにわざとする。あおもろい、あちょっと待って、そろそろじゃあランキング読みますね。さっき13位加藤さんありがとうございます。12位スズティーありがとうございます。11位テルビリーさんありがとうございます。10位ココナズケンジさんありがとうございます。9位ゆうちゃんありがとうございます。8位おぎおぎさんありがとうございます。そして7位富士さんありがとうございます。そして6位みゆうちゃんありがとうございます。5位末広さんありがとうございます。そして4位ゴーさんありがとうございます。そして3位しほちゃん、待ってこも急げ急げ、てててんてててんてててててんてんてててん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 、はい、3位しほちゃんありがとう、毎日呼びかわいい、また公園来てください。ありがとう。次2位ちよちゃんありがとう、いいじゃん。今日もねゆりやさんとね会ったんですけどね、マイチャコーって言われた。はい、にいちよちゃん、最近ねほんまにゆりやさんと仲良しやと思ってるので仲良しだよ。ありがとう。そして1位ゆいたくん、え明日最善って言ってたね。どうせまたニヤ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 して、ゆいとくん、下手上手やったっけ、上手か、すごい、ほんまに気をつけて来てくださいね大阪。ちゆいとくんありがとう。オッケー、ありがとう。もっと前のね今日の予定ではあの全部の日程の服を決めてあの画用紙に書いてあのそのそれをそのなんていうん、お話し会スケジュールみたいな紙を作る予定だったんですけど、残り2分です。
残り2分になっちゃいました。なんでなん。じゃあやっぱ前ショールーム1時間じゃ足りひんかもしれへん。最善は誰でもニヤニヤするしちゃうよね。マスク、そうマスクしててもニヤニヤしてるの分かるから前までニヤニヤしちゃうんです。真顔チャレンジ。じゃあちゃんと真顔でいっぱい見たろ。全日程中の時あかんかほんまにやるとしても1日だけでお願いします。これねシースルーシャツなんです。最近流行りの見えてる。今日のスクショタイム。ありがとうございます。ね、前多分ショールも3時間ぐらいやっても全然いけるわ。ニコニコしてるでいいのに。いやもうじゃあニコニコとニヤニヤは違うよね。ニヤニヤ皆さんお気をつけてじゃないな。こんばんは。もう終わっちゃいます。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。来る人来る人柔道着やった。めっちゃ楽しそう。それはそれで。おやすみ。バイバーイ。